お元気ですか竹下塾です。はい、ポーズも決まりましたんでお話をいきたいと思うんですけどね。今日の動画はですね、お客様からですね、竹下塾はどういうことを活動してるんですかとお話がありましたんで、改めて、えー、お話をしていきたいと思うんですけども、えー、そうですね、他の方と違う大きな差はこの3つにあると思います。まずですね、えー、1、 何かというと、次世代型の販売戦略と成功へのグランドデザインをご支援しますということです。どういうことかというと、皆さんのところにお尋ねしました。皆様が何をしたいのか、どういうビジネスを展開したいのか、時代はこんな風に言ってますよということをですね、合わせてですね、こういうやり方があるんじゃないですか、なんてお話を差し上げますということです。2番、さらにですね、それを具現化してほしい。それを具体的に見てみたいということになるんで、 何をするかというと、今これ動画撮ってますよね。これ撮ってるのと一緒で、具体的な即効性の強い、この SNS を使って情報を発信しましょうということなんです。即です。お伺いしたその日のうちに動画を配信して差し上げますということですね。そして3番目です。それらを支える社員をですね、やはり育成しなきゃいけないっていうですよね。物は揃ってるんだけど、なかなか社員がやる気起きないということですから、この3つ目ですよね。 このモチベーションアップを継続的に行うような成功のノウハウをご支援しますよということです。この1,2,3。この3つがですね、他の方とは随分違うんじゃないかと思います。これ全部僕一人でやりますよ。ね。そして、 えー、どうしてこういうことが皆さんのところにで,ですね、見てほしいかなと思うと、えー、いろんなことをやってきました。ここ5年間くらいですね、いろんなことを試してきました。SNS も出てきましたんで、それを実際にですね、離島や僻地の生産者の方たちにですね、実際に自分自身で情報を発信してもらいました。先ほど言いました、一番にですね、成功のグランドデザインを考えて差し上げた。 これ、まさしく2年で上がりました。このお話も皆さんにお話しできると思います。そういうことをですね、今このホームページの中にいろんな塾生さんがいます。そういうこともいろんな混ざってたくさんの子たちが自分の声を持って動画を持って、要は情報を発信しているということです。こういうことをよく見ていただいてですね、ぜひ皆さんの授業も次の世代にも成功を続けるようにですね、 価値、残れるようにですね、ご支援していきたいなと思っています。はい。これが大きな特徴ですね。えー、なおですね、えー、農林水産省や経済産業省でですね、私たちみたいな専門家、販売の専門家がですね、えー、いろんなジャンルの方がいますんで、それのかがあ、皆さんのところに訪問をして、えー、皆さんの悩みを聞きますよ、というような制度、行政施策もありますんで、ぜひ、えー、興味のある方は問い合わせてみてください。それでは、実践、実証。 でしたそれではまた次回お会いしましょう。